先に前のように行った。
分かった。ちょっと高いとこ苦手。今日楽しかったよ。上できたね、全部。お疲れ様。めっちゃ楽しそうだったね。うん、簡単だった。簡単だった。めっちゃ簡単だった。最後のジップラインになんか生き生きしてたりしたっけ。なんかいい締めだった。なんか一番なんか高いと思ったのがチャリの時。チャリのところ、なんかこう乗って下向いた時にってカーバーランドのアドベンチャーランドに行ってきました。でもこれは意外と簡単だった。もう高さもそんなにないしね。うん、でもあきちゃん怖がってたね。うん。110センチあるとできるから、このくらいの人でもできるんで。パンは何センチだ。ある。一番楽しかったところは、あの最後の締めのターザンロープ。あれ楽しそうだったね。うん。カモ一番アミアミが楽しかったよ。アミアミ？アミがいっぱいある。アミなら何でも。あとスケボーと三輪車があった。うん、スケボー下で人がこう、そう動かしてた。手動で。三輪車もこう実はこう裏でこうって面白かった。よかったね。比較的簡単だからちっちゃい子でもできると思います。じゃあ次へレッツゴー。次へレッツゴー。